仁義なき戦い中日ショート問題一発。これはちょっとね神経質な問題なってくるから、ああデリケートな問題を言いたかったんだ。日本男子だね、神経質な問題あったんか本当にね。ああ、ちょっとね前には、巨人ショート坂本勇人の後継者みたいな、うん、巨人のショート問題取り上げた回やりましたよ、うん、やっぱ巨人だけじゃないショートな、ショートね、各球団ちょっと、まあカープぐらいじゃない反対ちょっとね若くてね、ね子供選手あと10年ぐらいは見える、ね、頑張ってるね、っていうところでね中日がちょっと今ショート問題で揺れてるわけですよ、うん、それを今日特集、なるほど、させていただいて、まあちょっとデスカイプやった後にね取り上げるかちょっと忍びないんですけども、説得力がないので中日の寮も来てください。あ、そうだ毎回忘れたということで、うん、始まりましたけど中日会、うん、うん、ショート問題揺れてんのよ、ことの発端、ああまあ遡るともうオープン戦から言いたいんだけど、おそんなに、いやでもまあまあ今年はね石川選手を使うと、うん、サードね、サードで高橋優選手をセカンドに持っていくっていうところから実は始まってた、うん、今回のショート問題ね、ほらそうで、あ今年はその布陣で行くのいいじゃんっていうところだったんですけど、まあ今回のこの大騒動のきっかけは5月5日ゴールデンウィーク中ですよね、はいはいはい、5月4日の DeNA 戦で、うん、守備でミスをした直後に、京田選手が途中交代と、試合中にもかかわらずファーム行きが通告されその場で名古屋に帰らされた、なんか結構激しい口調だったっていう記事なんだけどなあ、うん、まあインタビューでは戦う顔をしていないっていう結構中日ファンの中では戦う顔っていうワードにホットワードらしい、まあだからでもこんな穏やかには言ったいよね、うーぐらいうーいやくさっ音がねくさっ、そしてね三ツ俣選手、三ツ俣選手ねがね一軍昇格してきましたよ、うんうん、でこれでどうすんのと、うん、いうところでありますけど、そのちょっと前にですよ、はい、これも不正規なんですけど4月21日、うん、立浪監督が根尾選手をショートに再コンバートする意向を明かしたと、それな、うん、まあ外野でねレギュラーを取ってほしいっていうことで、まあ、外野でも一軍出場はありましたけど、このタイミングで4月21日に根尾選手をショートに戻してるわけですよ、うん、でその5月5日2週間後ぐらいに京田選手を落として三ツ俣選手を挙げた、うん、じゃあショート、うん、誰が出るのかな、そう、ね、注目したら三ツ俣選手が、うん、その後ね交流戦までは11試合出場、うん、なのでその昇格した三ツ俣選手を使ったんですね、うん、まあ根尾選手ちょっと2軍に落としたタイミングとかもあるんで、うん、まあ最初の方はしょうがないですけど、うん、でこうなるとですよやっぱりねちょっとチームの成績が落ち始めた、まあね、うん、でチームの成績が落ち始めると、どういう声が上がってくるかっていうと、うん、根尾選手、うん、どうなのよと、うん、いうところで根尾選手と高橋選手周平選手が同時に上がってきたんです、うんうんうん、これねじゃあどうなの、うん、根尾選手で行くのかと思ったら交流戦前に、立浪監督は交流戦は超攻撃型布陣で行くと、スローイングもいいし取ってからも早いので周平をショートでやってみようかなと高橋周平選手をショート起用する意向を明かした、高校の時は確かショートだったのかな、うん、あの甲府かな、東海大甲府かな、で、ね、うん、でなので今の布陣はセカンドが阿部選手、うん、ショートが高橋周平選手、うん、サードが石川選手という布陣、うんうん、ただねこれ交流戦前までで5連敗で高橋周平選手を使い始めても2連敗、うん、で7連敗して、うん、やっぱり根尾守備守れないと、うん、っていう声がすごい上がってきたわけ、根尾、うん、使うべきなんじゃないかっていう声ね、そこで立浪監督が今後どう評価していくか、うん、まあ一応だからやっぱりプロは結果の世界です、結果かな、これまでの、一軍成績をちょっと各選手、はいはいはい、まとめたんで発表していきます。まず高橋周平選手、うん、84打数21安打、うん、2割5分、うん、1本塁打7打点、ホップス587、うん、まあでもこの高橋選手はやるよね、もうちょっと、まあもうちょっとやらんとな、うん、やると思いますよ、うん、そして根尾選手ですよ、33打数7安打2割1分2厘、うん、0本4打点、うん、ホップス589、うん、そして三ツ俣選手、三ツ俣選手頑張ったんだよね、41打数11安打、うん、2割6分8厘、うん、0本2打点、うん、ホップス717、うん、
で京田選手、83打数13安打1割5分7厘、うん、2本塁打7打点、オープン数532、っていうところで、まあ、ショート誰を使うかって、まあ、もう京田選手は結構我慢してね、使って上がってこなかったんで、ちょっと時間かかりそうかなというところで、高橋根尾、三ツ俣、うん、全然攻撃型オーダーじゃないじゃん。だから高橋選手をショートに置けばまだね、阿部選手のセカンドに使えるし、で外野手が頑張って鵜飼選手とか、うん、いやアリエル、はい、うん、頑張ってるんで、そういうことなんだと思うんですけど、うん、あ、ただどうですか、ショートに求めるものは門前さん的には守備を、あ、やっぱり守備、やっぱりね、高橋周平選手ちょっと大事なところでエラーなんかもショート、まあ、なる、いきなりね、なるよ、なるな、まずサードやってたのを、まず今年のシーズン初めにセカンド今年からやってくれっていうコンバートして、そうだね、そこからショート、まあ、なかなかやっぱしんどいはしんどいよね、しんどいだろうね、うん、っていうところで俺はこれをね、誰々使えって言おうと思ったのと思うね、おー、言ったらいいじゃん、そうしたらよ、うん、石川選手が5月27日下半身不良で途中交代したんですよ、これが大事に至ってなければいいんですけど、そうな、もし抹消レベルだとしたら、サード高橋周平選手と、うん、でセカンド阿部選手、うん、でショート2択だ ね, 2択だね、この2択になったらもう根尾、あら、根尾選手でやっぱり将来的にも見ても、三ツ俣選手も若いんじゃない、三ツ俣選手も若いけどね、うん、やっぱり根尾選手が出てきた時の観客の歓声たるや、まあ、なスター、あと根尾選手はやっぱりね、注目すべきはね、得点圏打率5割あんのよ、ああ、そうなんだ、やっぱいいとこで打つ、それは、ね、そういう星のもとに勝つチームね、うん、やってきてますから、うん、そういうところに根尾選手を使うべきなんじゃないかなと思ってるわけ、うん、だから今日は根尾会行ったら、こんなことないよ、だってこれはまあちょっと言い方悪いですけど、うん、持ってんのよ、まあ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 、まあ、外野やって、外野で他のルーキーたちが調子よくて、うん、あ、ちょっと出れそうもないな、うん、じゃあちょっとショートやっぱりもう一回やって、うん、ゆくゆくはショートのレギュラーつかみなさいって言われて、うん、あ、じゃあもうキンキンでの出場はないんかなって思ってる中でこの状況ですから、まあ、舞い込んできてるは舞い込んできてる、まあそうね、そう、うんうん、守ってるのかもしれない、うんうん、こんなチャンスないですからね、うん、で、もうつかむには、うん、交流戦ね、うん、根尾選手ショートで出場した試合、やっぱ打率2割5分あったし、まあ打率はな、打率2割5分っていいんじゃない、あ、うん、まあ打率2割5分届かなくても、うん、これがマストだと思うんです、出塁率3割、うん、そうだね、この攻めて、うん、で守備は心配してませんから、うん、この打撃の出塁率でいいところで打てば、うん、まあ、文句なしなんじゃない、別に守備は本当に問題ないね、問題ない、あ、ショート、ショート、いや問題ないよ、そうなの、この大阪桐蔭時代よく見てたけど問題ない、大阪桐蔭で止めるな、ちょっとプロに入ってから、まあちょっとね、プロの球の速さとか、なので、ちょっと腰据えて、うん、1週間でもいいですわ、6試合、うん、ちょっと1回使ってみてはどうかなというご提案、やっぱり根尾選手見たいんじゃないか、中日ファンの方もな、やっぱ見たいよね、うん、うん、それはどうなのか、ぜひぜひ、そうですね、コメントを、中日のね、うん、ショート、誰がいい、ね、これは。コメントいただければ幸いです。はい、はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。これはあれか、中日はトレードに動くか、ドラフトは内野手、ショート、即戦。いやー、投手見てるっていう情報は出てるけどね、今年は。そうか、まあ、去年行ったからな。あ、やし。あ、まあ、京田選手は誤算だね。誤算ですな。栄冠はフェドロに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。